マルヌ県はフランスのグランテスト地域県の県である。県名はマルヌ川に由来する。県とはシャロンアン・シャンパーニュ最大都市はランスである。面積は862キロ平方メートルであり、フランスメトロポリテーヌで7番目に面積が広い。マルヌ県はビルヌーブラリオンヌから、 トロワ・フォンテー・ヌラベまで全長 116km、クロミシーからクレールまで全長が 97km ある。県は、ランス郡、シャロン・アン・シャンパーニュ郡、エペルネー郡、ビトリール・フランソワ郡の4つの地方に分けられる。中央部は、クレーヌ・シャンプノワーズか、シャンパーニュ・クレユーズと呼ばれ、ほとんどを穀物畑が占めている。西部は、ワイン生産で有名なビニョブルド・シャンパーニュである。 西部には県で最も標高が高い門市内がある。東部は低い丘陵が連なる風景が広がるアルゴンヌとペルトアである。マルヌ県は単独でシャンパーニアルデンヌ地域県層人口の約40%を占めている。数十年かけて人口が減少している地域圏全体とは異なり、マルヌ県人口は1975年以降増加し続けているが、 近年は56万人前後で停滞している。参照元、スプルフト2006年は INSEE、2007年は INSEE。フランス革命中の1790年3月4日に旧シャンパーニュの一部から新設された。建設地の構想としては、人々が馬の背に乗って、軍庁所在地まで2日で往復できる距離を目指した。千八百年二月十七日。 知事職が設置された。ブルジョア・ドジュさんが初代マルヌ県知事となり38年間在職した。ワーテルローの戦いで第7次大仏大同盟が勝利すると1815年6月から1818 18年11月まで県はオーストリア軍に占領されていた。1870年の不仏戦争ではアルザス・ロレーヌでのフランス軍敗退のためにドイツ軍が マルヌ県に達しフランス軍を分断した。1870年8月25日、パサバンタン・アルゴンヌにて49人のギャルドモビルが虐殺され、さらに100人が負傷した。この悲劇の目撃者たちは、プロイ先人たちによる野蛮な光景について述べている。マクマオンと彼の軍隊は、シャロン・アン・シャンパーニュに退却した。 彼らは、ボーモンアン・アルゴンヌ攻撃中に身柄を拘束された。その後彼らは1870年9月2日に、ナポレオン三世と共に、アルデンヌ県のスダンで捕虜となった。第一次世界大戦前、軍の防衛は、ディジョン、ラングル、ラン、ラフェールの各コミューンと共に、フランス北東部第二の防衛ラインとして、県内で確立されていた。 マルヌ県は多くの軍隊が通過するのを経験した。第一次マルヌ海戦、第一次シャンパーニュ海戦、第二次シャンパーニュ海戦、第三次シャンパーニュ海戦、第四次シャンパーニュ海戦、第二次マルヌ海戦、シュマンド・ダーム海戦である。こうした紛争は特にマルヌ県に深刻な後遺症を残した。戦後残ったマルヌ県のゾーンルージュはフランス全土に生じた。 ゾーンルージュの約1、7に相当した。ゾーンルージュの土壌は痩せて、土地のほとんどは汚染されて、森林で覆われることになり、別の活動は禁止されてしまった。マルヌ県に24、556ヘクタールあったゾーンルージュは、1921年には2185ヘクタールに減少した。多くのコミューンが再開墾こそが唯一の方法だと考えたのである。 1921年当時、1538ヘクタールが国の管理下で保存されていた。ペルテレユルリのように、マルヌ県内で7つのコミューンが消滅した。近年、マルヌ県は常に国政選挙で右派候補を第一位に選んでいる。6人の国会議員と3人の言動委員議員は、中道、または、うっの党員である。地方行政では、マルヌ県評議会議長は、 ップのルネポール・サバリーである。2001年から2008年まで、右派が県主要ご都市をリードしていた。しかし2008年フランス地方選挙では、ビトーイコール・ルイコール・フランソワで、左派候補が、さらに県内で、最も人口の多いランスでも、左派候補が当選した。一方、マルヌ県の農村にある多くのコミューンでは、右派の主張が多い。ありがとうございます。